松井和幸のまっちゃんね。はい、始まりました。自主制作映画情報バラエティーまっちゃんねる。今日、早速ですね、お送りしたいのが、ゼンマイ式夫婦という、こちら森垣幸宏監督の作品ですね。こちらの作品はですね、よくよくなんか僕見てるくせにですね、その監督のことを1ミリも調べないという、癖というか、それ知っちゃったらね、なんか、ああ、これプロかって分かっちゃうんですけど、この森垣幸宏さんっていうのは、なんか意外とすごかったらしくて、今、たった今ですね、メイクの子が調べてくれたら、ああ、すごい人だったんだっていうのが分かったんですけど、ただ、こちらのゼンマイ式夫婦、なんで僕がピックアップしたかというとですね、まず、これ自主制作、今考えたらその自主制作レベルじゃなかったんだなって思うんですけど、ゼンマイ式夫婦のね、後ろ2人、夫婦2人にこうゼンマイがついてるんですけど、そのゼンマイのクオリティがむちゃくちゃ高いんですよ。最初俺 CG かって思うぐらいの、なんていうかな、これ実際ついてないんだろうなって思えるんですよ。なのによくよく見てると、あ、これちゃんと作ってんだっていうのがあって、こういうなんていうのか、作り込まれた小道具っていうか、その衣装としての小道具って、ほら、なかなか用意できないじゃないですか、自主制作だと。なんかこう何かに代用するみたいな。だけどここまでなんかすげえ作り込まれると、それがすごく面白いなって思えたんですね。唯一でも、ごめんなさいね、森垣幸宏さんっていう人は僕より全然上の人なんですけど、一番ラストシーンだけで、ね、もう半間ぐらい、なんか、うんっていうね、なんか、これあんま言っちゃうと、最後、見てる人がちょっとつまんなくなっちゃうから言えないんだけど、最後がなんかこう、ああっていう感じなんですよ、なんか。だけど、ほっとするの。だけど、欲を言うなら、一緒のタイミングで、ああってなりたかったなっていうのは、ちょっとあるかなっていう感じなんですけど、ただ、この映画、なかなか隙がなくてですね、家の中の小物とかがむちゃくちゃ可愛いんですよ。あとね、一つすごく面白いところがありました。僕思わずちょっと笑っちゃったんですけど、牛乳をこぼすシーンがあるんですね。多分まんま1リットル牛乳をこぼすシーンがあるんですけど、その牛乳をこぼれた時に、ちょっとこう奥さんが怒ってこう拭くシーンがあるんですよ。こうバーって、その時にものすごい筋が出てるの。なんかで、なんだこの白い筋って思ったら牛乳なんだけど、この床めっちゃ斜めじゃんと思ったら、一人でずっと笑ってて どこまで斜めなのって、なんかね、ブワーって言って、なんかね、冷蔵庫の下までこう入り込んじゃって、これ大変だったろうと思いながら、なんかやるんだけど、こんな筋で行くっていうぐらい、なんか普通ビシャーって行ってんのかなと思ったら、すんげえ筋で、これはなんか良かったね、牛乳こぼしてみてみたいな、この家の建て付けの悪さすげえ分かりましたよみたいな感じだったんだけど、あれが狙いなのかどうかもう全く分かんないけど、個人的にはすげえツボって、なんかもう一瞬見直したもんね ごめんごめん、今俺そっちに目いっちゃってたって思って見直して、もう一回見るみたいな感じだったけど、でもすごいですよ、この作品。なんだろう、すごい可愛いし、あったかいし、こちら、このゼンマイ式夫婦っていうのは、ぜひ、見ていただきたい一本になっておりますので、よろしければ見てみてください。まっ